上陸作戦を阻止され、敵の攻勢はここ数週間頓挫している。まるで平和が訪れたみたいじゃないかね。ブリーフィングだ。先の大規模上陸作戦の失敗、潜水空母新ファクシの喪失により、以来ユークトバニアの軍事活動は小康状態にある。しかし小規模部隊による陸空からの侵入工作の発生は依然として懸念される。2機編隊に分散し、エイカーソンヒルから北部沿岸にかけての哨戒活動を実施する。エイカーソンヒルに至る穀倉地帯の上空はオーシアの AA システムによって監視されている。 AA システムに捕捉された適正航空機は自動的にミサイルで攻撃される。 AA システムの防空空域の範囲外となるエイカーソンヒルの北部沿岸を哨戒せよ。輸送機を先導し、 AA システムのレーダー警戒網の隙間を縫ってエイカーソンヒルまで抜けさせる。極秘任務のため輸送機の識別信号は登録されていない。したがって輸送機が AA システムに捕捉されると味方のミサイル攻撃によって撃墜される恐れがある。 AA システムの捕捉範囲をレーダー上に表示する。なお輸送機のレーダーシステムは被弾により機能を停止しており、その機動性も低下している。輸送機が AA システムの捕捉範囲に侵入しないよう先導を行え。なあ、防空司令部がそっちへ向かう敵編隊をレーダー捕捉したようだ。久々に海を越えてきやがった。警報がピーピー鳴ってるが、間に合うのはオイラたちだけだ。そっちのバックアップに駆けつけてやるからな。待ってなよ、ベイベー。頼んだわ、チョッパー、グリム。ブレイズ、輸送機の姿を確認できますか？よし、レーダーに捉えたぞ。情報通りだ。この線、敵の声だ。こいつもサンダーヘッドと毒のこの美声だな。バラの香りのかんわしさだ。輸送機だからって侮るなよ。こいつを仕留めれば勲章どころじゃない、銅像が立つぜ。それだけの値打ちはあるつもりだ。これは敵の無線。何を言ってるの、この敵は。 AA システム作動、避けて。マザーグースワン、弾を食らったみたいだ。機内の気圧低下。ああ待ってくれ、陶器には君たちほどの機動性はないんだ。考慮してほしい。
界がこんなに恐ろしい空だったとは。次の進路コースの指示を請う。損傷のため機体に無理な負荷がかけられない。できるだけまっすぐ飛んでくれ。北に抜ければ安全です。ブレイズ、方角は明らかですか？輸送機が墜落した。遊ばせないつもりとは、基地司令のクソ親父め。頼りにされてるんですよ、チョッパー注意を。昇進おめでとうございます。なんか俺しかないね。今どこにいるの、お二人さん？そっちの500キロ南だ。了解。損傷は警備。通信中抜き。所属と損害状況を知らせよ。なあ、防空司令部がそっちへ向かう敵編隊をレーダー捕捉したようだ。久々に海を越えてきやがった。警報がピーピー鳴ってるが、間に合うのはオイラたちだけだ。そっちのバックアップに駆けつけてやるからな。待ってなよ、ベイベー。頼んだわ、チョッパー、グリム。ブレイズ、輸送機の姿を確認できますか？よし、レーダーに捉えたぞ。情報通りだ。混戦？敵の声だ。こいつもサンダーヘッドと美声だな。バラの香りのかんわしさだ。 AA システム作動。避けて、マザーグースワン。弾を食らったみたいだ。機内の気圧低下。マザーグースワン、周波数を 136MHz に変更してください。了解。今変更した。輸送機が墜落した。おめでとうございます。なんか俺しかないね。今どこにいるの、お二人さん？そっちの500キロ南だ。了解。どうした？損傷は警備。通信中抜き。所属と損害状況を知らせよ。司令部がそっちへ向かう敵編隊をレーダー捕捉したようだ。久々に海を越えてきやがった。警報がピーピー鳴ってるが、間に合うのはオイラたちだけだ。そっちのバックアップに駆けつけてやるからな。待ってなよ、ベイベー。頼んだわ、チョッパー、グリム。ブレイズ、輸送機の姿を確認できますか？情報通りだ。混戦？敵の声だ。こいつもサンダーヘッドとどこどこの美声だな。バラの香りのかんわしさだ。輸送機だからって侮るなよ。こいつを仕留めれば勲章をどころじゃない銅像が立つぜ。それだけの値打ちはあるつもりだ。これは敵
君たちほどの機動性はないんだ。考慮してほしい。こちらマザーグース1、追尾できない。輸送機が墜落した。昇進おめでとうございます。なんか俺しかないね。今どこにいるのお二人さん。そっちの500キロ南だ。了解。どうした？損傷は警備。通信中抜き。所属と損害状況を知らせよ。なあ、防空司令部がそっちへ向かう敵編隊をレーダー捕捉したようだ。久々に海を越えてきやがった。警報がピーピー鳴ってるが、間に合うのはオイラたちだけだ。そっちのバックアップに駆けつけてやるからな。待ってなよ、ベイベー。頼んだわ、チョッパー、グリム。ブレイズ、輸送機の姿を確認できますか？よし、レーダーに捉えたぞ。情報通りだ。この線、敵の声だ。こいつもサンダーヘッドとどこどこの美声だな。バラの香りの可愛さだ。輸送機だからって侮るなよ。こいつを仕留めれば勲章どころじゃない、銅像が勝つぜ。それだけの値打ちがあるつもりだ。これは敵の無線？何を言ってるの？この敵は。気にするな。とにかく護衛を頼んだよ。こっちは丸腰だ。敵と俺らとどっちが先に着くか、妙な競争になっちまった。マザーグースマン、そちらに異常はありませんか？異常なし。早くこの空域を抜け出したいものだな。AA システムを避けられるコースを飛んでくれ。損傷のため機体に無理な負荷がかけられない。できるだけまっすぐ飛んでくれ。こんなに恐ろしい空だったとは。オーシア空軍機のパイロットへ。どうだ、こっちが見えているか？こちらマザーグスワン、応答してくれ。警報です。右翼の2列系統に異常信号。私が操縦する。君は計器を。
地区域を抜ける。
情なし。早くこの空域を抜け出したいものだな。損傷のため機体に無理な負荷はかけられない。できるだけまっすぐ飛んでくれ。地獄の領空内がこんなに恐ろしい空だったとは。オーシア空軍機のパイロットへ。どうだ、こっちが見えているか。こちらマザーグスワン、応答してくれ。システムを避けられるコースを飛んでくれ。見えないだけに恐怖も倍増だな。北に抜ければ安全です。ブレイズ、方角は明らかですか。順調に飛行中。こっちは目の開かない雛鳥だ。親鳥に期待してるよ。あんたたちがいて心強いよ。それでいい。直線飛行してくれるとありがたい。警報です。ニューヨークの油圧系統に異常信号。私が操縦する。君は計器をチェックして、前へ見て深呼吸だ。続け。大丈夫です。センサーの故障でした。もう少しで AA システムの監視空域を抜ける。マザーグースワン、無事防空システムを抜けることができた。感謝する。しかし引き続き護衛をお願いしたい。レーダーに敵へ、まっすぐやってくる。チョッパー隊が到着。ヘイブービー、合流してそっちの指揮官に入る。マザーグースワン、食い止めます。全速力で離脱してください。頼んだ。データに新しい鉄器。マザーグスワン、原進路をそのまま維持してください。了解。くっそ、スピードが落ちています。どうしましたか。トラブルだ。第一エンジンの推力が低下している。おい、護衛の戦闘機が見えるぞ。護衛機はいないはずじゃなかったのか。チョッパー降下。命中確認。了解しました。おい、座席についていたまえ。これ行ったよ。おい、何をする。おい、ダッチロールしてるぞ。こちらは輸送機だ。マザーグースワン、機長が撃たれた。なんだって。乗員の中にもスパイが紛れていた。あ、エンジン2機停止。おい、そっちの積み荷って何なんだ。やばいもんじゃねえのか。おいってば。機長は亡くなられた。その弾で副操縦士も負傷した。操縦桿を握ってるのはトミーだ。あ、ただの秘書官で操縦経験なんてないんだよ。あんた誰なんだ。私は君の言うところの積み荷ってとこだね。操縦の仕方を教えてくれないか。私が彼に伝える。高度低下、不時着に備えてください。
降りられます。トミ、壊してくれた風車が道しるべだ。巨大な風車なのに空から狙うとなんて小さな。急げ、輸送機は待ってくれなさそうだぞ。中央本部から通達、今作戦中に遭遇不時着した輸送機の乗員は8492飛行隊によって救出された。本件に関する情報は以上である。サンド島の4機の記事が好評だった私はだんだん大胆になる。これはこの基地の帝王、基地司令官の横顔である。やめとけ。今日は機嫌が悪いんだ。見つかったらただじゃ済まないぞ。何があったんだ。アークバード。え？宇宙空間に浮かぶ白い鳥、戦力でこちらを上回るユークとの和平交渉に臨む大統領のたった一つの切り札、それがこちらの手からこぼれ落ちたのよ。戦争がいつまで続くか分からなくなったっていうこと？敵の手の届かぬ遥かな宇宙から攻撃可能な超兵器、アークバード。地上から打ち上げられた補給物資に混入した爆発物により、その動力部が破壊され、ユークとバニアとの戦力的均衡は再び崩れ去った。